にレッツホイオン、霊夢だよ。毎度不定期投稿低品質、マリサだぜ。今回はバニラドイツの NF を改編するもと、ジャーマニーフォーカス3アルティメイトをやっていくよ。マジかドイツの NF もとなんて珍しいな。でもどうせ英語だろ。I can't と読む英語なんだぜ。それがなんとこのもと、日本語なんです。嘘だろ？こんなん無料でいいのか？よし早速やっていこうぜ。それでは早速 NF を開いてみましょう。すごいです、すごいですよ。皆さんこれ CG じゃないんだぜ、と。このようにバニラの味気ない NF がインド人もびっくりするほどの超巨大 NF に進化してるんですよ。さらに IF ルートも充実。大体のドイツのルートは5億年やっても飽きないくらいボリュームがありますよ。ただし今回は史実ルートでやるとする。理論は認めない。早速美大落ちのちょびひげに忠誠を誓っていくんだぜ。初期内政はカットしていくよ。ということでこのモド特有の超チート NF 紹介第1弾。それはこの NF。資源の購入だよ。あまりチートには見えないんだぜ。なんとこの NF、ベルリンが資源の倉庫だらけになるほど資源を購入します。なんでそんなに資金があるんですかね。また企業からめちゃくちゃ借金してんじゃないですか。さすが安心と絶望の5兆クオリティだな。ただこれでいくら資源地帯を敵に回そうと同盟国に輸出するくらいはあるので助かりますね。まあ今回非史実モードなので同盟国連任とかもありえるけど。ほら、そんなんいいから早く戦争すんだよ。ほらほら。了解です、とか言っていたらなんとソ連で内戦勃発。これは当たりくじを引きましたね。一体どういうことだ、教えてプリーズ。いや実は少し前に白軍から幕府の石油利権上げるから援助してと言われてましてね。ただでさえ内戦で大幅に弱体化してるのに石油も扱えないのですから、バルバロッサが腐った納屋を吹き飛ばすくらい簡単になりますよ。むごいなぁ、と。ここで突然イタリアがすり寄ってきました。いつも急にすり寄ってくるなこいつ。私はガンジーより寛大な心を持っているので心よく許諾してあげます。寛大かっこ戦争しないとは言っていない。それするのはあの人しかいないんだよなぁ。最大限モザイク処理しても伝わるこの安心感。どんどん行きますよ、もうすぐソ連が降伏するはず。よし、やったやったやたたたたー。赤のボリシェビキを倒してやったぞ。そしてすぐにすり寄ってくるツルツカボリス。うっとー、ボリス先輩今日も五光が眩しいっす。おい、その光は五光なんかじゃねえ、頭から出てるじゃねえか。ヨーグルトくれるので問題はナッシング。メイジーブルガリアヨーグルトを。さてと、戦利品の石油利権を確認しましょうね。約束破る奴がいたら東欧諸国は不安よな。ドイツ、動きます。と言ってチェコスから領土を奪い取る。言ってることが矛盾してますよ。いいですか、これは東欧を全てドイツのものにするという天命なのです。この調子でスロベニアももらっちゃいますよ。そんなもらえるわけ。もらえました。威力で立ち絵がイラストになりました。いいか、これが編集の力だ。なんで急に撃たれたのか本当に意味不明なんですが、私もなんでお前がミサイル持ってきたのか意味不明だわ。とりあえずこの立ち絵なんとかなりませんかね。そういうのいいから早く進んでくれ。了解しました。ということでユーゴに宣戦布告します。ルーマニアが独立保証かけてますが気にしなくていいです。そうそう、これだよ、こういうので良いんだよ。よし、そうと決まればユーゴに宣戦布告だ。多分 AI に任せておいても大丈夫なのでそのまま平押しでいきましょう。お、我が軍は圧倒的ではないか。初心者によくある間違い。バルカンに国を築く。名士様、何故豊かな西側ではなくバルカンに攻め込んだのですか。あ、いつまでやってんだ。つまんないぞそのネタ。任務完了なんだぜ。どうやらメキシコが数軸入りしてくれるようだな。別に断らないといけない筋合いとかもないから素直に承諾するぜ。お、リトアニアもか。やっぱり持つべきはいい同盟国だな。それはそうと、リトアニア軍、地球名メルクレア。ニコニコ、マリサの隣にゆっくり、泳ぎとあらば。即、参上。おう、呼んでないから帰ってくれよな。何言ってるんですか、私は永久にここに居続けますよ。それはそうと、もうすぐユーゴが降伏するんだぜ。中隊しか入れてないただの歩兵に負けるなんて、やっぱりユーゴは貴重な侵略先だな。なおイタリアはユーゴに負ける模様。ということで講和条約締結。大ハンガリーって漢字の国境が好きなのでハンガリー軍にいろいろ領土をあげました。イタリアは何もあげてないです。なんでだよ、戦車8個時代の国家し積極的にもう一つ撃つけたじゃん。最近の国家は編集量を増やすからめんどくさいな。これで工場も増えたし道路滝引いて連合戦できますね。それでは早速いつものやっていきましょうか。はい、背景でフランスが連合入りしてますがひとまずポーランド戦に集中します。いやーやっぱり圧倒的勝利こそホイオンの醍醐味ですわ。こうやって気候手段で塗り絵す。ロシアが参戦しやがったわ。まあとにかくポーランドが降伏、ロシア兵の大量包囲に成功しました。あれ？意外と楽にいってるやん。はい、もう特に見せ場がないです。もう重要都市攻略してるじゃないか。これはウラルまで攻めるパターンですね。はい、まあ連合戦には突入してないんで2正面じゃないだけマシです。あと少し。行け。
ということで講和会議が締結。ポーランドはいただいて残りは全部傀儡です。なんかイタリアが共和制になってるぞ。あ、ドイツが連合戦に参戦しなかったせいでイタリアは単独で連合に降伏してます。ということでワッフル道路に宣戦布告、ロンネル将軍に最新戦車師団を任せてパリを目指しましょう。とか思ってたらフランス発進の二次大戦不参加でした。ベルギー軍の犠牲をないがしろにするな。お前が一番ないがしろにしてるんだよな。ということで講和会議。早いな。今回の見せ場はまだあるので、どんどん行きますよ。はい、講和終了しました。ギリシャはなぜ大東亜共栄圏に入ってるのでしょうか。ということで締めはちょびひげにやってもらいましょう。そんなんできないんですが。それではこの議事順を押します。なんだこれ、心配になるんだけど。ポチッとな。どういうこと？こっちが知りたいわ。